なんか最近気づいたことがあって、なんかほぼ毎日インボークの動画上げてるような気がする。ほぼ毎日っていうか、なんかインボークの動画投稿する頻度が高すぎるような気がする。グルカラの方に比べて。まあいいんだけど、でもはい、というわけで、今回は東京グルリインボーク、CCG 突撃難易度 S が来てるんで、早速やっていきたいと思います。まあおなじみのこのパーティーで、フレンドはもう何この朝チュンシロシャツアキラがもう定番っていうか、まあこれセットしときゃとりあえずはいいんじゃねみたいな、そういう考えですね。うぜんだよ。まあいつものごとく錦を中心に生かしていく感じで、まあ重蔵をさ窓さんに変えたいって思ってるんだけど、重蔵を育って切ってる、切ってはないけどさ別に、だいぶ育ってるから、またコーヒーを集めるのがめんどくさくて、窓さんに。でもまあ窓さんディフェンダーだし。んーザコが私がやろう。これいいよね。アキラこのブレイク性能高すぎんか。ぶっ飛べ。んーぶっ飛べ。まあここは使わないでいいだろう。これで終わり。ここをね、錦のカグネ使って突破するのもったいないと思わないか。はいはい、かといってこの一発錦のスキルゲージ溜まるのはなんか若干ね溜めたい感じもあるけど、まあここは使おうか。カグネ出して、いいね、そうこなくちゃ。さあアキラでやったらやっちゃうからな、やっちゃうよ。硬いんだっけこいつ。あ、そんなことでもいいや、使うか。ピヨピヨ使うか。え、アサカって言わないのこれ。なんか初めて全部見たような気がするけど、アサカって言わないんだこれ。ブレイディフェンダーでさブレイクすんの。じゃあやってみよう。あー、なるほどなるほど。ここか。溜まったが、ここはどうしよっかな。銃を溜めるか。え、これ歌で殴ったら、さては、あや、なるほどね。そういう感じか。あれ、おっと、これ銃蔵と歌で死ぬ。歌じゃないわ。あー、ギリギリ死なない。これは銃蔵の攻撃力コーヒーが足りてないせいですね。若干足りてないんだよな、動かない、はいはい、若干足りてないんだよな重蔵の攻撃力コーヒー。さてどうしたものか。マルデを錦のあれで倒してえな。とりあえず重蔵を貯めるか。これスキブ使っていい？あ、やべ、あ、使わない方がよかったわ。やらかしたな。肩、相変わらず肩し、まあ、難易度 S だし多少はね。うるさ、うるさいんだよな。微妙なんだが、あーブレイクしないんだが、これアキラでブレイクさせちゃう。やりたくなかったこれを。まあいいや、混乱しとけ。うるさいんだよマルデさん。ピヨピーよ。ちょ、歌出すか。しゃあねえ。次アモンブレイクさせて、動かない。いいっすね。重蔵重蔵重蔵でこんなもんか。いやー、これまるで一回殴って、あー、もう一回錦たまるだろどうせ。ほら避けろよ。ここでアキーリア出す。あー、勝てえなこいつ。やっぱここか、硬いんだなこいつな。ここでちょっとまるで吹き飛ばしときたいから、歌プラス歌出す歌殴る歌プラ、それで、待って、でもこれさ錦最後攻撃してブレイクで倒す、ブレイクでまるでさんやってスキル溜まったとしても、その後スキル打てないよね謎に。確かそういう仕様だったよねこれインボークって。だからここで歌の攻撃、何手段っていうか、この攻撃を1残した状態で
やっとかないと。でもこれそんな減らないだろ、7024って。あー、微妙い。これ持ってけねえんだよな、2匹で多分。あー、持ってけなかったわ。これ次残しとこう。で、アモンを2回殴って、2匹のあれをためへの、まるで殴って、もう一回2匹のスキル打つ。そういう作戦でいくか。ここでまるでにスキルを打つ。あ、待って、まるで死ぬか、これ。あー、死んじゃったな。わあ、微妙いな。まあ、ピョっとけ。とりあえずピョっとけ。ピョらない。あいつ何のスキル打ってくるんだろう。あったりー。うん、ザコが打つか迷うんだけど、打とう。2匹今カグネ出してから何ターン目だ、わかんねえな。これでアモンのスキルが気になるところだが、スキルダメージカット3人につけてるんでね。このアキラは何つけてたか見てないんですけど、オッケーオッケー、いい感じだね。まだ2匹カグネしまってないし、どん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 。これ2回で持っていけるのかな。よよ、あー、ギリ足りない感じっすね。これ次2匹カグネしまうんじゃない。おっと、しまっていくほら、まずいな。おっと、しかもブレイクかよ。あー、スキルダメか。あー、あんま意味ないな。じゃあ、まあ、ここは錦さんをもう一回カグネ出させて、使って使って、アキラ出す。アキラ出さなくてもいけるのか、これ。せっかく出して、あー、でもそうか、錦でやらないと。重蔵でやろうとしたけど今、あー、そうだな、ここで重蔵使って、まあ、アキラ出さなくてもいいか。いや、出すか。出したらスキルたまるの。よいしょ、ピオル。いやー、このアキラのね、スキルたまる仕様がね、普通に強い。スキルじゃないわ、あのピオルのが普通に強い。役に立つ時がある。前回、前々回ぐらいの月山の時みたいに。終わりだぜ、吹き飛べ。あ、そうだ、ブレイクで倒すの忘れてたわ。アキラのブレイクで倒そう。うん、アキラのブレイクで倒すから、重蔵錦でやったブレイクしちゃうのかな、これ。アキラのブレイクで倒すのと錦のブレイクで倒すのどっちが強いんだ。ここ錦で一発殴ったところでブレイクしないよな。なら錦で一発殴りの歌出しのアキラで倒した方がいいのかな。どっちがいいんだろう。ここでアキラ使ったら絶対ブレイクするしな。いや、錦でいいか、錦でいこう。よいしょ。うわ、微妙なんだよな。もうちょい行ってくれてもよかったんで。いけ。あー、まあいいや、アキラで頼む。倒して、吹き飛ばせ。うわー、マジかよ。おっと、これー、待って、これ死ぬんじゃない。あ、死なねえわ。いや、変なことしないでさ、普通にさ倒してたらよかった、さっき。いや、どうせこれブレイクしちゃうよな。ブレイクしちゃうと思うんだが、ブレイクしちゃうのね、死んじゃうと思うんだが、これで歌でどれだけ持っていけるか知らんけど。いや、僕のです。ああ、まあそうなるよなあー、変に狙った結果これか。まあいいや、そのうちやっておこう。はーい、というわけで今回は CCG 突撃難易度 S でした。あー、やっぱまるでさんがうるさかったことしかなんか記憶に残ってないですね。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画で
お会いしましょう。